休憩前に引き続き会議を再開し、一般質問を行います。通告順10、金子めぐみ議員の丸1、町民の安全安心な暮らしについて、丸2、地域おこし協力隊についての質問を同時に許します。7番、金子めぐみ議員。皆さんこんにちは。それでは、一般質問の方させていただきます。今回は大きく2つのテーマを取っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。まず、丸1、町民の安全安心な暮らしについてです。日々の生活の中において、子どもたちが被害者にならないための防犯対策、交通安全、バリアフリー化を考えた高齢者や障害者のための環境整備、災害時の対応、そして身近なことでいうと、日々安心して供給されるおいしい安全な水など、安心して暮らせるまちづくりを実現するためには多くの課題が考えられます。例えば街路灯、これは防犯灯を含みますが、街路樹は街の景観を美化するためだけではなく、道路沿いの環境への配慮、安全性の確保、災害時への備えなど重要な役割を果たしています。また予測もつかない災害や台風などへの備えなども考えておくべきと思います。これらの点、すべての本庁の現状を踏まえ、次の点について質問いたします。1、街路灯の設置、管理など現状と今後の計画について伺う。2、街路樹の管理状況、問題点を伺います。3、台風接近に伴う避難所が開設された際、住民に対し十分な配慮がされているのか、現状と課題について伺います。4、水の安全性は極めて高いレベルで維持されているのか質問いたします。次に2、地域おこし協力隊についてです。総務省が2009年度から実施している地域おこし協力隊、これは2013年度に318自治体が受け入れ、地域をめぐる問題が多様化する中、若者を地域の活性化に生かす取り組みを行っており、成果が出始めています。本庁においても地域活性化は重要な課題であり、多方面で活性化を図っていくために、地区外の意欲ある新しい目線、新しい発想を持つ若者に関わってもらうこの制度は、新たな活動につながる要素を含んでいると考えます。本庁において今後どのような手法で活性化を図っていくのか、以下の点を中心に質問いたします。1、担い手不足は多くの自治体で課題として挙げられます。本庁ではどのようにして育成していくのかお伺いいたします。2、どの分野でのリーダーが不足し、今後必要となっていくのか、把握されているのか質問いたします。3、地域おこし協力隊の受け入れは考えられないか、率直にお伺いいたします。以上、よろしくお願いいたします。町長。それでは今日最後の金子さん議員の質問にお答えをさせていただきたいと思います。1点目の街路灯の設置、管理など現状と今後の計画についてのご質問につきましては、現在町道における街路灯は道路、歩道、交差点照明合わせて288基設置をしております。街路灯につきましては、壁面劣化等による照度の低下等を発生した場合には、
その都度電球の取り替えを行っております。その際、点検、保守点検による安全確認も合わせて行っております。設置計画は行っておりませんが、自治会等住民の方の要望に沿って今後とも検討していきたいと考えております。防犯灯につきましては、電柱やポール式を含め平成25年度末で3551基設置をしており、毎年自治会からの要望等により LED 電球用防犯灯を新設し、自治会や住民の方々から電球切れの等のご連絡をいただいた場合には、その都度、電球外灯点検を行い、器具不良時には LED 電球用防犯灯に取り替えております。また今年度は3年に1回の町内全部の防犯灯の玉替えと補修点検を行っているところでございます。町におきましても定期的に循環、夜間循環を行い、玉切れや確認調査も行っており、今後も計画的に保守点検に努めるとともに、防犯灯の全面的な LED への切り替えについても計画的に取り組んでまいりたいと考えております。2点目の街路樹に関しましては、毎年夏冬の剪定を2回ほど行っております。6月の議会でも申し上げましたように、街路樹の安全性確認のため打音による点検を行い、支障がある樹木に関しましては専門家の指導のもと対処いたしました。今後も安全対策を重点に管理をしてまいります。今後は街路樹の成長による剪定を含む維持管理の対応策をどのようにするか、また落葉樹の維持管理業務においては剪定の時期の検討について関係者と協議を行い、適切に対処をしてまいりたいと考えております。3点目の台風接近に伴う避難所の現状と課題についてのご質問でございます。近年長与町においては幸いなことに大規模な災害は発生しておりませんが、大雨や台風接近による警報の発表は年々増加しているように感じられるところでございます。町では各種の警報が発表された場合、あるいは発表される可能性が強いと判断した場合には、災害警戒本部を立ち上げ、初動体制や自主的な避難のための避難所開設について検討し、それぞれのケースに応じて判断をいたしておるところでございます。先日の台風接近の際にも自主的な避難のため5カ所の避難所を開設いたしましたが、防災行政無線、無料電話サービス、登録メール配信や町のホームページでのお知らせを行っておるところでございます。仮に重大な災害が発生し、災害対策本部を立ち上げ、避難勧告や避難指示を発表発令する必要がある事態を想定しますと、一時的な避難のための避難所と一定期間にわたる継続的な避難生活を余儀なくされる場合の避難所の役割分担や避難所の動員体制など引き続き検討を行っていく必要があると考えております。4点目の水の安全性は極めて高いレベルで維持されているのかというご質問についてでございます。水道が安全で安心して飲める水を安定的に供給する必要があるため、水道法に定められた水質基準に基づき水質検査を実施しております。検査の結果はすべて基準値に適合しており、今後も水源から蛇口に至るまでの水質検査点検等を行い、安全性の確保に努めてまいります。また水質検査につきましては、毎年水質検査計画に基づく検査を実施をしており、その結果につきましては長与町水道局ホームページに公表しております。今後とも住民の皆様に安全で安心して飲める水を安定的に供給するために努力をしていく所存でございます。2番目、1点目の担い手の育成について、および2点目のリーダーが不足している分野についてのご質問についてでございます。合わせてお答えをさせていただきます。地域おこし隊は、地方自治体が都市部の住民を受け入れ、地域おこし活動の支援や農林漁業の応援、住民の生活支援などの地域協力活動に従事してもらい、合わせてその定住定着を図りながら地域の活性化に貢献してもらうことを目的として総務省が設けた支援制度でございます。議員ご案内のとおり、平成25年度末現在、全国318の自治体で
978人の隊員が活動をしており、長崎県内におきましても今年度10の自治体で38人の隊員を受け入れております。その活動範囲は農林水産業や観光、地域づくりまで多岐にわたっておるところでございます。本庁におきましては自治会、コミュニティ活動や農業における担い手、商店街の核となるリーダーの育成が現状、また今後とも課題になると考えられます。そうした中、各コミュニティにおきましては町づくり計画書を策定し、多くの住民が行事へ参加することを促すことで後継者の育成を図ろうとしております。また農業におきましては県や農協等関係機関と連携して就農相談会などを開催し、担い手の確保などに努めているところであり、商業関係では商工会を通じて人材育成に関する各種施策を実施しているところでございます。3点目の隊員の受け入れについてのお尋ねでございますけれども、総務省が平成25年6月までに任期が終了した隊員にアンケートをしましたところ、366人中174人 48% の方が活動した市町村内に定住したとの結果が出ており、定住促進策として一定の効果が認められているところでございます。一方で自治体や地域が求めていることと隊員がやりたいこととがうまくマッチしなかった、住宅をはじめ自治体や地域の受け入れ体制が整っていなかったなどの失敗事例も多くあるようでございます。今後国においても地方活性化に向けさらに隊員を増やす方針と聞いておりますので、全国および県内の事例等について十分今後とも研究をしてまいりたいと考えておるところでございます。以上でございます。金子議員。それではまず、街路灯の件から、お尋ねをしたいと思います。以前ですね、同僚議員の質問の中の答弁で、今日町長がおっしゃられたように老朽化や経年劣化によるやはり点検補修については交換時確認も合わせて行っているということで、答弁をされましたし、今日もそうでしたけれども、あれから3ヶ月間というのが、あるとたって、その間も、そういうふうな補修点検というのをされていたでしょうけれども、最近ですね、その緊急性のある街路灯、防犯灯の補修というのが、実際にあったのかなかったのか、まずその点をお伺いいたします。管理課長。街路灯に関しましては、そういう事例はございません。以上です。地域政策課長。防犯灯につきましては、当面でも申し上げましたが、現在3年に1回の一斉点検を行っておるという状況でございます。金子議員。はい、では最近はそう特別こう緊急性のあることはなかったということで、理解いたします。それではちょっとお尋ねしたいというか、皆さんにお考えいただきたいんですけれども、この長尾川沿い、長尾中央線っていうんですかね、の街路灯が、長期にわたり、私が気づいたのは、3月でしたっけ、4月でしたっけ、そのとにかくまだ春もまだ肌寒い頃だったんですけれども、玉切れをずっとしていたっていうのはご存知でしょうか。でもうかなりの数で弾が切れていたので、これは、きっと何かこう建て替えるのかなと、何か次こうやることがあって、このままにしているのかなと思って、6月まで黙ってました。でもさすがにちょっとあまりなので、全部、有効ラッキーの先の、緑とピンクのぼんぼりみたいなあの電球から、向こうは、丸京あたりの、そこまで一応こう、切れてる切れてない、あここは どこが切れてる、1個だけついてるっていうのをずっと確認をして、所管がちょっとどこかわからなかったので管理課に行けばよかったんでしょうけど、一応別のところに行って、
切れてると、もう3ヶ月以上切れてるけれども、これはどういうふうにしたらいいのかっていうふうにお聞きしたら、まあ、そこは商工会の管理だからということで、じゃあこの中にその町が所管するところはないんですかって言ったら、ちょうど第8分団の、横断歩道のここの真上の電球も切れてたんですね。これは、まあ、日々皆さん通られるでしょうし、私もその同じ地区の自治会の中に、まあ、住んでいるということもあって、こういう場合というのは自治会からの要望で、対処をするのか、それとも職員の方でも気づかれたら、商工会の分であれば商工会の方にお願いをする、それとも、それとか管理課の分だったら管理課の方に、あそこが切れてるから交換したらどうかというのを要、町内の中で要望する、そういうふうな体制というのは、どうなっているでしょうか。ちょっとお聞きします。管理課長。街路灯であれば一応地域の住民の方からご連絡があります。場所を聞いてですね、うちの街路灯の、場所の位置図を、前輪の地図に落としております。これがうちの管理の街路灯であれば、その町の方の管理課の方で対応します。管理課の方で対応しできないからの分は、まあ、県とかそういうのがあるかと思いますので、その時はそのようにお伝えいたします。一応街路灯に関しては管理課の方が窓口となっております。以上です。金子議員。わかりました。ただちょっとこのお話をしたのは、何せ役場の真ん前の通りだったもので、皆さん通勤される通勤の時はまあわからないけど、帰宅される時は、暗い中帰宅される方もいらっしゃるでしょうから、気づかなかったのかなという点が一つと、まあ今回のこのことでここの、中央線の街路灯がほぼ商工会の管理のもとにあるということを、初めて知りました。で、同じ町内にいて、切れてます、よろしくお願いしますと言えばよかったんでしょうけど、何せ数的にもかなりの数だったので、半分は気を使ってということで言わなかったんですが、まあ、この街路灯に関してはかなり老朽化が進んでいるということでお聞きをしております。で、実際であれば、今回ですね、商工会に、玉替えと安定器の交換と、そして根元の、腐食した部分をこう言ってたら、すべてこう、できる範囲のことはしてくださったので、今現時点でじゃあすぐ倒れるかということでは、決してはそうではないんですけれども、やはりこう建て替えが必要だけれども、商工会はなかなかその費用というものが出せないっていう部分もきっとあるでしょう。だからこうここ数年放置していましたというお話も聞いたんですけれども、町長、この一応、まあ、道路管理者の立場ということから、今後の対応を、こういうふうに聞いて、どのようにしたらいいかというふうなお考えはないでしょうか。副町長。今おっしゃっている街路灯といいますか、防犯灯といいますか、あれはですね、商工会の方で作りまして、であれ、みんな店のお店の名前がついているかと思います。本来はそこが管理していただきたい、組合の方で、で、まあ、本来はそちらの方で管理していただかないとですね、まあ、町は町でも先ほど見ましたように、街路灯だけでも288、防犯灯だけでも3500灯とありますのでですね、そこまではちょっと、ただあれは以前なんかそういうような組合を作られて、まあ商店の PR 用ということで作られたものですから、そこまでちょっとこちらの方が逆に所有権等々もありますし、当然許可をもらって道路専用の許可をもらって建てておりますので、まあ、こちらがどうこう倒れそうになった時には了解をいただければ、まあ、本来はこっちでそれも撤去するというのもおかしな話ですけども、撤去してくださいとかいうふうなその道路管理上支障があれば、まあ、管理課の方がそういうふうな要請はするかと思いますけども。
原則としてはそこにつきましては、まあ、行政の、まあ、町の方の管理課ではないということをご理解いただければと思います。金子議員。多分、今副町長がおっしゃられたような、答えが返ってくるだろうというのは、大体思っておりましたけれども、この根元の腐食というのは結構もう25年間経っておりますので、ちょっと先ほど副町長がおっしゃられたことにちょっと補足ですけれども、25年ほど前にこの優しい福祉のまちづくり交付金を使って、商工会に補助した、ものを、プラスして商工会の方が建てられたというのを聞いております。ただ現在この商工会というのも会員が減少しておりますし、長与町は特にこの、一人親方の会員さんというのが多くて、やはり余力がないっていうのは、私が言わなくても皆様、お察しのとがつくかというふうに思います。とはいえやっぱり安全安心の観点からを考えると、やはりこう町の、一括管理に移行して、やっぱりなんていうかな、管理をしていくっていうことの方がやっぱりこういいのではないかというふうに私は思うんですね。そのためには財産譲渡とか、そういうことも必要でしょうし、いろんなこともこう複雑な部分もあるのかもしれないですけれども、やはり今後のまちづくりの観点ということからも、管理していくべきというふうに思います。それは住みたい、住み続けたい、住んでよかった長与町を目指す町長の考え、そのきれいな、景観のまちづくりということにも、一つ考える部分があるのではないかというふうに思うんですね。で、この今の腐食具合というのは、例えば、車両事故が起こったら、倒れないにも限らないっていうふうな、そのくらいこう日数が経っているというふうにも、実際には分からないですよ、そういうふうにもちょっと聞いたものですから、そうとなると、やっぱり安全性という面で、片やこうちょっともう余力がないけれども、片や道路管理者として、町民の安全安心を考えていかなければいけない、そこに、何割かずつのこう負担があったとしても、今後、そういうふうな方向で持っていけないのか、そういうふうに、思っておりますけれども、再度お願いします。副町長。お気持ちは十分わかります。ただそういうものについてはですね、本来その組合の方でそういうに危険性があるのであれば、本来撤去していただきたいなと。今までずっとそこでPR 活動をやっとったということもあります。その他の街路、うちが管理しております防犯灯あるいは街路灯と一線を画すところがあるかと思いますので、危険性があるようであれば、先ほど言いましたように管理課が点検して、危険性があるようであれば逆に撤去をして要請するような方法しかないのではないかと思います。金子議員。そうですね、やはりそういうふうな、管理がやはり商工会ですので、やはり町の方の、財源ということも考えないといけないでしょうし、私がその一方的にこういうふうに言うばかりでは、いけないのかなというふうには思いますが、そうですね、補助金というのは、補助金って交付金というのは、まちづくりの観点から、その社会資本性まちづくりの交付金などを使って、やれないことはないというふうに思うんですね、のではないかというふうに思うんですけど、これから長いスパンで考えても、道路管理者が、確実にこれは、管理が必要でないというところを見極めが、できたら、リニューアルということも考えていっていただきたいというふうに思います。だって商工会にその力、こういうことはやっぱり管理をするものとして、
商工会の方もきちんと管理をしてくださいというのが、まあ、本来であればそうなんですけど、なかなか、今のご時世、この、情勢というのを考えて、お願いするのは、やはり行政の方に、じゃあ全面的に、全面的にというか、まあ、ある程度、商工会と話をしながら、きれいなその街灯を、こう変えていってほしいというか、なぜかというと、あの中もお水が溜まっていたり、ポール自体が錆びてて、もう私、思ったんですよ、もう1年前にすればよかったと。なぜかというと、国体ですよね、国体の旗があそこに日本を、ね、こう指してはあるのに、上を見るともう錆びて、水が溜まって、なんていうかな、例えばこう長井町という看板なんかがあっても、買った方はもう取れてたりとか、ちょっと景観的にも、うん、これじゃちょっと、もうちょっときれいにしてもらえ、ね、前もって商工会なりにもこう指摘をすればよかったなというふうに、まあ、思ったんですけど、まあ、この中央線というメイン道路の街頭でありますから、今後、その商工会とある程度こう話をしまして、一機ずつでもいいので どういった形で安全性も考えた上で、交換、建て替えっていうのを視野に、考えていっていただければというふうに、思います。で、次に、同じく、同じくというか、まあ、防犯等なんですけれども、7月の頭に長与中学校の、地区懇談会というのに参加しました。で、皆さん、お母さんたちからいろんな話を、お聞かせいただいて、そのうちのこう女の子のお子さんを持っているお母さんからも切なお願いという感じで言われたのが、長与中学校から海前というか、まあ、こちらの方に向かってくる南田河内線、南田川のあの公園がある、あの細い通りですけど、今度はあのカラー舗装とか していただいたところですが、ここは街路灯防犯灯がいくつかあるんですけれども、かなり照度が低いというか、かなり暗いんですね。確かに私もちょっと歩いては見たんですけど、うん、これはちょっと暗いかなって思うぐらいの、暗さでした。でこういうふうなその夜間の安全点検というか、照度の関係、こういうものっていうのの点検はどうされているのでしょうか。地域政策課長。夜間の点検等につきましてはですね、行けるときには答弁で申しましたように、定期的に、まあ、職員が夜間巡回をいたしまして、玉ぬぎで、あるいはそういった点滅、そういったものをチェックして、切り替えをが必要なものについては切り替えております。それから、議員今申された、その照度がちょっと暗いという点はですね、今回は今先ほど答弁で申しました3年に1回の一斉点検をして、全ての玉替えをいたしております。それにより、まあ変えた後はすぐはかなり照度も新しい電球になりますので、少しは明るくなるのかなと。そしてもう一点は木具等が損傷してもう切り替えをしないといけないという部分についてはもう、その時点で LED の方に切り替えをしていっております。以上でございます。金子議員。はい、防犯灯というのはやはり地域のその要望で、グレーゾーンをなくすという点からも、やっぱり住環境、住生活環境の変化に伴って必要な箇所には やはり検証した上でまた新たに取り組むということが必要かと思います。その時にですね、やはりこう目線を落として弱者の立場でっていうところが大事かと思いますけれども、その点は、考えて、これから、やっていただけるのでしょうか。まあ、今までもやってこられたのかもしれないですけど、この3年間の玉切れの時点で、その照度合わせ、その弱者の目線で、
子どもたちの目線で、そういう目線でこうその安全点検というのを行っていただけるのか、そこをもう一度すいません、しつこいようですけどお願いします。地域政策課長。そこを利用される通行される子どもさんを含めまして、高齢者住民の方、全ての安全を、考えまして、まあ、対応させていただくということでご理解いただきたいと思います。金子議員。やはり地域に暗い面を作らないということが暮らしの質の向上ということにもつながりますので、それこそ防犯のための明かりでなければいけないのがやはり安全と感じていないということなので、まあ、安全性を高めて明るい街づくりを進めてほしいというふうに思っておりますけれども、町長はどう考えられますでしょうか。町長。今本当に議員がおっしゃる通りだと思います。衝動というのは、ある程度の衝動がないといけませんし、そしてまた、夜はいろんな防犯等々に関わることもありますのでですね、そのあたりは十分に、ね、私たちも心がけてですねやっていきたいというふうに思っております。金子議員。はい、よろしくお願いしたいと思います。次、2番の街路樹の件です。町内には大きく育ったその樹木が根を張って歩道を持ち上げている、ガタガタになっているという場所がかなりあります。これも7月の中旬ぐらいに危険地域を、みんなで確認しようということで、民生委員さんとか PTA のお母さんたちと一緒に、自分の地区内、隣地区内程度こう回らせていただいたんですけど、その段差を、大きく、ね、根を張ってこう持ち上げている場所というのが結構あるんですよね。で、多分ご存知でしょうけど、長吉小学校裏のメタセコイアの、根元の部分、長吉小学校の裏口のところですね。で、あとニュータウンのイチョウ並木で、長吉中央線の、川沿いの南京ハゼ、ここの辺りというのは各所に、そのようになっている箇所があるんですけれども、民生委員さんからも指摘されたんですけれども、高齢者がやっぱり増加しているこの長井町において、どうにか何らかの対応はできないのかっていう、話を、お互いしたことがあるんですけど、この点に対して対応はどのようにされようとお考えでしょうか。管理課長。今ご指摘 のメタセコイアのところがですね、今年度少し向上させていただきました。それで他の中学校、その中央線の、道路とかですね、結構根が張りすぎて、浮かんでるというかなってるところにつきましてはですね、タイル等そういうのが剥がれたりなんかして危ないということであれば、こちらの方でそのタイルのもう買いもないときはアスファルト舗装で応急的な処置をしてですね、対応して行っております。また今回もそういうご指摘のあればですね、行っていただければその付近そのところを見させていただいて、現場を確認させていただいてですね、そういうふうな対応を取りたいというふうに思っておりますので、何かありましたらご連絡をいただければと思います。金子議員。やはり安全で安心な歩行空間の確保ということを踏まえ、道路などの樹木ですね、そういうふうな調査を行って、その歩道改修を行うということは、景観を守るその取り組みの一つでもありますので、検討を願いたいと、今後、そういうふうに思います。で、街路樹がそういうふうに支障をきたしている箇所はまだ多く見受けられるんですけれども、観点を変えれば、民家 の, その生垣が歩道にはみ出しているという、こういう場合もよく考えられるんですが、これも、町民の方からの、声をお聞きしたんですが、やはり歩道にはみ出したその生垣が、子どもたちの登下校の際、
危険を及ぼしている箇所が、あると、そのお母さん、おばあちゃんかなが、実際に見に行かれたそうですけれども、やはりこうはみ出さないと歩道に、車道にはみ出さないとこういけないような、結局あの車歩分離、歩道車道ってこう決まってないところはこうはみ出さないといけないというその危険箇所があるということでご指摘をいただきましたけれども、このような、場合ですね、まあ、民家ということで、民間というのが関わってきますけれども、そういう場合、どのような対処をされているんでしょうか。管理課長。まあ、あの垣根が出ているところ の、 そのどれだけ出てれば、まあ、支障があるのかないかという基準もあろうかと思いますけれども、一応その自宅にですね伺ってですね、あのこういうことにであるので切っていただけないでしょうかというお願いはしております。ただその方が、まあされるかどうか、まあ、個人さんの財産になりますので、そこまで強く言えないところはございますが、あのお伺いしたりして対応させていただいております。以上です。金子議員。この、はみ出した生垣っていうのが実際に、実は見に行きました。だから、実際児童とか生徒の傘に引っかかって危険であるという指摘も、まあ、受けましたし、私もちょっと実際あの見ましたし、これはあの私がその行った場所だけではないと思うんですよ。やっぱり町全体にそういう箇所っていうのは、あるんじゃないかというふうに思いますので、まあ、せめてですね、通学路の安全性を確保という観点からは、まあ、その通学路の途中にいた、個人の場所ですので、まあ、早急にということもなかなか、まあ、厳しいところもあるでしょうけれども、まあ、こういうふうな事情でということで解決できるような方向で、ちょっと一言お声をかけていただければというふうに思います。で、まあ、本当はですね、この質問するときに、公園内の樹木とかそういうものに関してもちょっと、問題があるなというふうに思っていたんですけれども、尻無川公園ですかね、そこの、近所の方から、外側の樹木が伸びすぎて中の様子が見えないとか、そういうふうなご指摘もいただいたりもしました。で、聞きに行ったら、3日後に、剪定をする予定ですということで、定期的にそういうふうな公園の管理をしていただいているということも、重々分かっておりますけれども、まあ、地元の要望などで剪定を行ったと聞きましたので、今後も中の様子が分かるような配慮が必要であると思いますので、そういう点を、踏まえて安全管理の方をよろしくお願いしたいというふうに思います。4番目のこの避難所開設のことを私、一般質問の中に入れたんですが、ちょっと、私が地域の方に、言われていたのがですね、その食料と水は各自用意をしないといけないっていうので、ちょっと私も理解ができていなくって。まあ、昨日ですか、ちょっと内容の方をよく、お聞きして、あ、そう、避難勧告、避難指示とそういうものがあってから、その食料と水の準備というのが行われるというふうに、本当申し訳ないんですが、勉強させていただいたところです。でも今回でも地元の方から言われたのは、高齢者世帯や、まあ、いざという時に素早く避難できない住民の方が前もってその避難しておこうというのが多いんですけれども、そのわざわざ水や食料まで持ってて、そのかいうふうに、思ってらっしゃるようで、まあ、この一点、避難所が開設されると、町が何でもしてくれるっていうふうに
誤解をされている住民の方も、まあ、多いようですので、この点はもう質問はいたしませんけれども、些細なことですけれども、まあ、そこを理解ができるような、ちょっとした 2,3 行の記事でも書いていただければ、住民の方も納得するのかなというふうに思っております。ですから、なので、この3番に関しましては、お願いというか、まあ、一般質問の中でお願いはおかしいんですけれども、そういうふうに考えさせて、いただいております。次に、4番目の水の安全性は極めて高いレベルでというふうに、ちょっと質問の、題としてはかなりなんかちょっと高度な感じで、本当申し訳ないんですけれども、あまりそう大した、ことはすいません、あまり考えておりませんが、ただその、蛇口での水質目標というんですかね、そういうものの、その検討というのは、やはりまあ当たり前のことでしょうけど、各家庭に行ったときの水質の目標というのは、普通でこう設定されているのか、ちょっと高めにさ設定されているのか、国の基準というのがあるかと思いますけど、国の基準からしたら、どのような設定になっているんでしょうか。まずその点を一つお伺いします。水道課長。蛇口で残塩の測定をいたしますけど、それが0.1、ミリグラム毎リッター以上なければいけないということで定められております。以上です。それに法的に基づく水質検査といたしまして、水質基準項目51項目のうち、最大で3年に1回までの検査頻度を緩和することが可能な項目につきましても、水質が良好であることを認識するために、検査頻度を減らさずに、排水池系統ごとに町内11箇所で3ヶ月に1回全項目の検査をいたしております。以上です。金子議員。やっぱり専門的なことはすいません、ちょっとよく分かりませんでした、すいません。大潮水っていうのを感じるというのは、残留塩素とか、そういうものをがこういろいろいろんなこうあれで関わってくるんでしょうけれども、今までっていうのはその水源の確保ということに傾注していたという部分があるのかなというふうに思います。これからはやはりその水道事業というのは安全でおいしい水の供給というのが新しい課題かというふうに感じております。ですから、国の基準よりも、例えば東京都とか、まあ大きいところですから、まあちょっと比較にはならないのかもしれないですけど、大阪、それとか福岡とか、おいしいと感じるだけじゃなくても、設定をかなりこう高めにして、皆さん、住民に、供給をしているというふうな、こともよく聞きます。で、まあ、お客様の満足度調査っていうことにも、関わるのかなと。でこのお客様満足度調査というか、私がよく聞くのは、ある一角、学びのとか、ニュータウンのところで、同じような多分濃度で、水を供給してもらっているのに、水道の蛇口にカルシウム、カルキ、そういうものがこう付着して、4、5年に1回は必ず交換が必要になってくるというふうな話を聞いたこと、話をこう聞くんですけれども、これっていうのは、その特定の地区だけがそういうふうになるっていうのは、何かその原因っていうのは、あるんでしょうか。水道課長。
ある一定の地区だけそのようにあの白い、付着物がつくということは、ないかとは思われます。蛇口に白いあの付着物がついたというご質問でございますけど、水道課としてもあの現物等を確認していないためにあの正確な回答ではございませんが、通常はあのポット、夜間にあの白いものが付着する、ことがあります。水道水の中に、カルシウム、マグネシウム等のミネラル成分であり、これはあの水が蒸発した後の後や沸騰した後に付着して残ることがあります。これらはあの水のミネラル分であり、安全性には問題は、ございませんが、気になる場合にはあの使用後に蛇口の、水の水滴等をですね、拭き取っていただき、ことであの有効になろうかと思います。ご質問にあの白い付着物につきましては、あの今後ですね、現物を確認した上で、対応していきたいと思っております。以上です。金子議員。その夜間なんかにつく白いその付着物っていうのは、まあ、今おっしゃられたようにそのカルシウム、マグネシウムということで、まあ、白いスケールを形成しているということらしくて、それはまあ水のミネラル分なので、まあ、悪いことはないんでしょうけど、私が言っているのはその蛇口に付着している、これが一見だったら私もこういうふうに、一般質問では取り上げないんですけれども、よく聞いていくと、こう 地区ごとに、ここだったりあそこだったりっていうのがあるので、まあ、その原因究明っていうのはやはり行政の、やっぱり仕事ではないかというふうに思いますので、原因を究明して、そしてその、説明をする、住民に説明をしていただく、そして納得をしていただく、もうこれは仕方ないっていうのであれば仕方ないということで、そこの説明というのを、するっていうことは、やっていただけますでしょうか。そうしないと、なかなかこう、納得、私たちがそうですかとか言っても、諦めがきれない住民の方が結構いたりするので、はい、その点をちょっとお伺いします。水道課長。はい、その、 白い、付着物がついた地区につきましては、うちの方で訪問してどのようになっているか対処していきたいと考えております。金子議員。はい、お願いいたします。それでは2番目の地区、おこし協力隊に関して、質問いたします。昨日の、内閣改造において元気で豊かな地方の、創生をキーワードに、地方創生大臣に柴氏が抜擢されるなど、国を挙げてやはり地方の、地域の活性化に力を入れております。活性化によって各自治体がやはり自力をつける、そのためにも今後本腰を入れて取り組んでいかなければならないというふうに思うんですけれども、このためにやはりそのリーダー、担い手っていうのは欠かせない、人たちであるということで、この、先ほどまあ、このリーダーの、リーダーや担い手の育成ということで、町長から答弁をいただいたところですが、その人選というか、まあ、今後その、この人たちにやっていただこうと考えていらっしゃおられるその内容ですね、この部分のこのリーダーにはこういうこと、この部分のリーダーに関してはこういうことをしていただくというのが、具体的なものがあれば、お聞きしたいと思いますが。しばらく休憩します。
会議を再開します。企画振興部長、議員がおっしゃられているのは先ほど答弁の中で、その自治会コミュニティ活動や農業における担い手、商店街の核となるリーダーの育成という部分かと思いますけれども、そこにつきましては具体的にどういった方というような想定はございま、今のところございません。金子議員、いろんな答弁とかそういうものの中でリーダー育成をしていく、担い手育成をしていくということで、それでは具体的にはまだこうなんていうか動いてないというか、こうこの人たちをこう育成しているってそういう場はないということでしょうか。町長。地域おこし協力隊ということで、長崎県の場合は長崎市が、5名、島原が2名、西海が4名、そして対馬が3名、壱岐2名、五島5名、新上が2名、遠井3名、小鹿2名ということで、大体見てますと、大体農業、漁業というようなところが、主だなというふうに思ってます。でちょうど長崎新聞で9月2日付で載ったのは、そのうち3名の方ですね。池島島の尾崎と高島の例が載っていまして、まあ、こういった形でされているなというのを象徴しております。で、まあ、長屋の場合はここに、言っておりますように、まあ、農業非常に今農業放棄地というのは長崎県は一番多いんですよね。日本でも水も多いということで、まあ、農業放棄地の問題もありますでしょうし、まあ、商業関係では、まあ、商工会についてですね、人材育成ということで今いろいろやってますけども、そういった形で今から先長屋にとってそういった方々がどういった形で必要だろうかと、で、まあ、そういった方々を要請した方がいいのだろうかというようなこともございますけれども、とりあえず今こういった動きがあるということでですね、我々もまあ研究していくというようなことだろうと思っています。金子議員、はい、すいません、自分で質問しててちょっとなんか自分が言いたかった質問ができていなかったんですが、この、地域おこし協力隊というのは、先ほども、町長がおっしゃられたように、国の制度の中の一つであって、1人の隊員に対し報酬として200万、それにかかる、経費として200万、合計、上限400万という、金額を、国の方から交付税措置として地方団体に、まあ、措置して、それで、その地元で都会から来た若者に活動をしてもらうというふうな、まあ、そういうふうな制度ですけれども、長湯町において何が不足しているかっていうのは、実際長与町に行って分かるかといえばそうでもなかったりするんですね。で、他県から来ていただいて、その町の魅力の発信とか、観光の発展をさせたくても分からないから、その来ていただいたら結構地域の住民と馴染んで、そのアピールポイントとかそういうものを見つけ出してくれる、そういうふうな、地域おこし協力隊の募集の仕方もあるということです。農業関係だけではなくって地域おこしの活動の支援、そして地域ブランドや地域地場産品の開発販売、そのためのプロモーションの協力、そういうものを行ってくれるっていうことですね。で、地域活性化のための専門でこうされている部署で、まあ、一応ありますけれども、専門でこの人がっていうのは、まあ、なかなかいらっしゃらない中、少数精鋭で職員の皆さんは仕事をされておられますから、そこに力をなかなか入れられないというのはあるでしょう。 でも地域活性化というのは長与町のやっぱり一つの大きな課題というふうにも受け止めておりますので、こういうふうなものを、まあ、活用して、行政の方、そう担当の部署の、下に置いて一緒に、地域の住民、
協力隊、そして、行政、この3つでこう、そして商工会、商業の場合であれば商工会、こういうものとこう連携してから、活性化を図っていくという手法で、かなりな数の自治体が取り組んでいるということです。全国で1800近くの、自治体があって、その中でも、6自治体のうちの1つではもう、この、地域おこし協力隊によって活性化を図ろうとしておりますが、前向きな検討量が、これは、国からすべて措置がある、制度ですので、実際考えられないか、町長、いかがでしょうか。前向きに、検討はできないでしょうか。町長。今申し上げましたようにですね、私もずっとこれ調べてみたんですよ。ただ大体都会に住んでる方々が、都会でちょっとこう窮屈になって、で田舎に行って何か新しいものを見つけていこうという、そして田舎では田舎ってふるさとでふるさとで、そういった形で、非常にその町がそのまま滑れていると、どなたか来ていただいてこれをなんとか発生できないだろうかという、そういった需要と供給というかな、そういった部分があるんですけども、それが非常にマッチすればいいんですけども、アンマッチというのがございます。だからそういった意味で言えば長与町というのがですね、そういった形の人材を果たして求めて、いるような自治体なのであるのかどうかということも含めましてですね、これは数年前からあった制度ですけれども、長与町としてはそれに乗ってなかったというのはそれなりの理由があったかと思うんですね。しかしながら今議員おっしゃるようにこういった制度もあって国もまた進めていくというようなことでございますのでですね、研究していきたいというふうに思っております。金子議員。ちょっとこの地域おこし協力隊に対しての考え方というのが私とやっぱりちょっと差があるのかなというふうに思います。この地域おこし協力隊は第二の故郷として都会から自分にマッチしたところに若者が来て、そこの活性化に協力をしていくっていう制度ですし、そういう方たちの定住というのは、先ほど 40% が定住、48% が定住しているということでしたけれども、多分私の方が最新版だと思うんですけど、約6割の方はもう定住に踏み切っていると。で町長がおっしゃられた9月2日の長崎新聞の記事というのも私も読みました。でこの中のお一人の方、池島におられた方が言ってらっしゃったのが、実際、デメリットの部分もあります。行政の方が募集をして自分たちを呼んだにもかかわらず、隊員を放置し職員の熱意もあまり感じられないという場合もあったようです。しかしその中で自分のその職務、自分が与えられたこの協力隊という職務を全うするにあたり、本当に地域をどうにかしたいという気持ちで来られたと。だからそういうふうな気持ちで来たのに、本当に職員はそういう気持ちがあるのかっていうふうな、気持ちを抱いたというふうなコメントが載っておりました。中ではやはり、この、制度自体は、全てが国からの措置で行われますし、先ほども言ったように少数精鋭の職員の方で、されているのですから、これは地域活性化だけではなく農業だけではなく、いろんな分野でいろんなこう募集のやり方があるかと思います。なかなかリーダーを育成する担い手を、育てると言いつつ、なかなかそれが現実になっていないのが、現実かというふうに思いますので、再度、この一般質問が終わりまして、何か研究検討する場がありましたら、この地域おこし協力隊他 の, 事例、悪いところばかりではなく、成功した事例を、見て検討していただきたいというふうに思います。一般質問終わります。これにて本日の日程は終了します。本日はこれで散会します。お疲れ様でした。 Thank you.